はい、どうもこんにちは、ゴッドマンです。今回は白猫テニスをやっていこうと思います。今回はザイのガチャでゲットした赤の王を、実践して使っていこうと思います。ポンズよろしく。さてと、この勝負でどちらが勝つかやな。この勝負で俺が勝って、見事この赤の王を使って40回たどり着くか、それともここで、ケツを下ろしたまま、このまま39回居座るかの2つに1つの道。さあ、どうなるかな？おお、来た来た。ふむふむ。レベル100が2人か。まあ、勝てるやろうな、今回は。俺に向かってちょっと、属性の弱いやつを使ってくるとはな。おっとっと、嘘やろ、ちょっと待ってな。このまさかな。うわ、ちょっと待って、これ相手うまいわ。ちょっと待ってください。ちょっと相手うまいですね。ちょっと。ロブ。あ。ちょっと待って。マジか。ボレー打たせたら、ちょっとやばいしな。どうしよう。ちょっと待ってや、ほんま。おお、来た。ポポコおるやんけ、相手。お、待て。ちょ待て。これは、あいつ、エマも持っとるんか。ええー、な。ポポコに加え、エマまで持っているとは。IT、なかなかやるな。ライバルといえど、ここはちょっと本気で行かせてもらいましょうか。うん。なんか、ニャーっていうのもちょっと可愛いっすね。ちょっと動画の容量を考えて早く倒しましょうか。これはちょっと余裕で勝てますね。アウトを出すとはライバルといえど楽のものよのう。さてと、ちょっと必殺技をちょっとあいつにも食わらせたいから、ちょっと、早く倒さずに、ちょっとここは、いたぶってあげましょうか。あ。ちょっとハンデを与えたのみ。今度こそ倒してみせようぞ。王は偉大なり。王は偉大なり。うん、ええ手応えやな。うん。ロボはスーパーショットのやつを早く貯めれるからな。うん、ちょっとない。このたこ焼き邪魔や。このたこ焼き。何や、このたこ焼きは。邪魔。このたこ焼き邪魔やぞ、こいつ。いつまでおるんや、こいつは。せめて必殺技を使いたい。お、たこ焼き消えた、たこ焼き。さてと、撃ちますぞ。必殺。SSS、アタック。はい。はい、勝ちました。必殺技での、かっこよく決まったシュート。ふぅ。さてと、これでちょっと、40回到達ですね。
40回の門が開いた瞬間、私はさらなる道へと突き進む。それは一体何なのか。またあの、変なマネージャーさんがまた顔を出してくれるのでしょうか。はい、来ました。まだ出ました。使い回し。っていうのは嘘です。うん、ありがとう。この先の試合では、対戦相手のタイプを知ることも重要になるわ。うん。例えば、サーブタイプの場合、サーブだけではなくて、スマッシュも強烈よ。うん。テクニックタイプなら、ボレーやロブにも要注意ね。うん。いろんなタイプと試合することで、相手に合わせた戦略を立てられるようになるわ。うん。よし。うん。今の実力をしっかり見定めて、最上階を目指すのよ。あいよー。はあ、やっと40回か。長い道のりやったの。さあ、宝箱開けましょうか。バッカーン。おー、GP 多いね。やったー、ガチャが回せるぞ。よし、最後にガチャ回しましょうか。ちょっと青の王を狙ってフラットサーブはジャストで打ち返そう。はーい、一流プレイヤーも大変だわ。青の王をぜひ私に恵んでください。お願いします。お願いします。お願いします。どうか私に。お、これは来たんか、来たんか、来たん、来なかったっぽい。熱く行こうぜ。お前空気読めや。お前空気読め。お前なんで外人を俺によこすんや。一流プレイヤーも大変だ。外人いらんから俺お前によこすなら普通の人に。よ、普通の人をちょっとよこしてほしかった、お前に。ああ、涙止まらんわ。はあ、マジかよ。うん、オッケー。はい。それじゃ、今回はこの辺で終わりにいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さようなら。次回もぜひ見てください。